はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野ゲートです。皆さん、勉強しても勉強してもなかなか成績が伸びないことってありますよね。まあ僕も国語とかは直前までなかなか安定しなかったんですけど、そういった方はですね、たった一つのことを意識するだけで伸び悩みを解消することができるんです。その一つとはズバリ、伸び悩みの方をしっかりと見ることです。それぞれの方に合わせてしっかりと対処することによって、またね、成績を伸ばすことができるわけですね。その原因となるパターンは大きく分けて4つあります。1つ目が学力の方。そもそも問題へのアプローチが分からなかったり、引き出しがなかったり、まあ、純粋に問題が解けないパターンですね。よくありがちなのが、教科書を何周も読んで力がついてると錯覚してしまうことなんですね。でも教科書を何回読んでも、あ、この情報を見たことあるな、知ってるわっていうことを何回も繰り返してるに過ぎないので、実際に自分で使えるっていうわけではないんですよ。じゃあその知識をどうやって引き出しにするかっていうと、問題演習の中で学ぶ、これが重要なんですね。実際に自分で使えるかどうかっていうことを確認していく。教科書もね、ただ読むだけじゃなくて、ちゃんと人に説明できるかなっていうふうに自分の頭の中で整理しながら読んでいくことが重要なわけです。そしてやっぱり基礎が何よりも重要なので、伸び悩んでいる人こそ基礎をしっかりと学び直しましょう。学力がつけば問題は解けるようになるかもしれませんが、模試で点数を取るためにはそれだけでは足りません。ということで続いては解きの方。参考書だと全部解けるんだけどなっていう方に多いですね。このようにスピードが足りない方は、問題演習を積むときに普段から時間をしっかりと意識するっていうことが重要です。例えば数学で言うと、問題の性質を見抜いて回答までの道筋をなるべく早く見つけられるにしましょう。時間を意識するっていうのはスピードを重視するっていうだけではなく、ペース配分も重要です。普段から実践を意識して時間を区切ることによって、どの順番で問題を解いていけばいいのかだったり、どれくらい見直しの時間に当てたらいいのかとかっていうものをしっかりとね、シミュレーションしておくといいでしょう。ただですね、学力もあってスピードもあるのに、それでも点数が伸び悩んでしまう方がいます。そこで続いては正確性の方。正確性の方で点数を落としてしまっている方は本当にもったいないですよね。だって点数が実力に追いついてないわけですから。僕もよくそれで損してたんですけど、そんな方はちょっとした意識だけで一気に改善することができるんです。それはケアレスミスを具体的に分析すること。この具体的にっていうのがポイントなんですね。例えば僕の場合で言うと、計算ミス結構してたんですよ。ただそれを計算ミスとして広く捉えずに、どういう計算のミスなのか。僕だったら分数の前にマイナスがあった時に、それをマイナス入れる時に符号をミスする、そういう具体的に落とし込んだ上で、そういった問題が出てきた時に、毎回毎回心の中で、あ、このマイナスが出てきたってことは計算ミス注意しなきゃなっていうふうに念仏を唱えながら解いていくと、しっかりと普段からどういうミスをするのかっていうことを具体的に捉えた上で、そういった問題が出てきた時に必ずそれを意識しながら問題演習を積み続ける、これが一番重要なんですね。それでもまだ一番重要な方が残ってるんです。ということで4つ目が心の方。このメンタル軽視されがちなんですけど、実は一番重要と言っても過言ではないんです。もし僕が明日受験だったとしたら、直前に知識を詰め込むよりもメンタルを整えます。それくらいメンタルは重要なんです。それでも受験ってたくさんの不安がついてもありますよね。でも安心っていうのは日々の努力の上に成り立っているものなので、実は自分が納得いくまでひたすら勉強することが一番シンプルな解決策なんです。あとよくやってしまいがちなのが言い訳ですよね。体調が悪かった、問題がハマらなかった、周りがうるさかった、別に模試は本番じゃないとかね、いろんな言い訳できますけど、受験はそんな言い訳聞いてくれないですからね。ちゃんと一個一個のミスと向き合える精神力を持ちましょう。まあ要は心配しすぎず安心しすぎずということですね。ということで、今伸び悩んでる方は、自分の方が学力の方、時の方、正確性の方、心の方、そのどれに当てはまるのかっていうことをしっかりと分析して一個一個克服していきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。